北上由美子のヘッドマークを掲出した北上急行7 0 0 0北上由美子は兵庫県神戸市の鉄道会社である北上急行電鉄のマスコットとして2014年に登場したキャラクターである2020年6月1日の北上急行線市営化に伴って神戸市営地下鉄北新線の PR キャラクターとなった北上急行電鉄の北上線は 神戸市の中央区と北区を結び、1988年4月2日に、新神戸駅、谷上駅の二駅間 7.5km で開業した。神戸市営地下鉄の精神、山手線との相互直通運転により、神戸市の都心部と北部の住宅地を結んだが、六甲山を貫くトンネルの建設費の関係で、運賃が高く、景気の交代や沿線住民の少子高齢化の、 影響により利用者数の減少が続いていた。北上急行は、ほぼ全区間がトンネルのため車窓風景を売りにできず、自社が管理する駅は谷上駅のみ、車両も7000系の一種類のみであり、集客できるコンテンツに苦慮する状況にあった。この状況を打開するため、北上急行電鉄は公式キャラクターを公募することとなった。キャラクターの採用には、 京都市営地下鉄のキャラクターとして登場した、渦政萌えの事例が参考にされた。渦政萌えは2011年の登場当初は、認知度が伸び悩んでいたが、2013年に、京都出身のイラストレーターである鴨川を起用した、結果、萌えるとして SN、SNS を中心に話題となり、グッズの売り上げ増にもつながったという。この事例が、北上急行で萌えキャラクターを採用する契機となった。 2014年6月20日から8月20日まで北上急行コンテストのキャラクターコンテスト部門でマスコットキャラクターの図案を募集した。キャラクターコンテストには日本全国から134点の応募があり、社員や有識者による審査を経て9月18日に北風つゆ、ノリノリス、北新東の各作品が決定した。10月22日からは7000系車両に、 キャラクターのヘッドマークが掲出された。2014年10月25日に谷上社庫で開催された北上急行フェスティバルにおいてキャラクターの名前の投票が行われた。北風つゆ、矢上光子、北上由美子、谷上のるの4候補の中から2014年11月10日に得票数最多の北上由美子の命名が発表された。北上由美子は 神戸市北区の神に仕える巫女で、北上急行の守り神という設定である。巫女がモチーフとなったのは、神戸市北区山田町に白滝き火伝説の伝わる井戸、栗花落ちの井があり、水の絶えない井戸のように北上急行が走り続けて、欲しい、との思いが込められたことにあるという。2016年には新たに、男性キャラクターが登場し、北。 神美子の兄との設定で、北神往来と命名された。2014年11月の命名後、谷神駅や各地のイベント等で、キーホルダー、クリアファイルなどのグッズの発売が開始された。イラストレーターの小園里氏が公式絵師を担当している。グッズの販売のほか、地域の活性化に向けた活動も行われている。2015年5月より発売分の1日乗車券。 北神お出かけ1でフリーパスでは、県面デザインに北神美子が採用された。同年7月18日から20日に、開催の神戸リリー物語で北神美子のお披露目式を行い、北神美子に扮したコスプレイヤーが登場した。以後もイベントなどにコスプレイヤーがリアル北神美子として登場することがある。神戸市北区山田町の総宇治神である。 六条八幡宮では、2015年12月16日に、北、上由美子を同神社の巫女として受け入れ、北上急行と共同での地域活性化プロジェクトを、指導した。2016年より、北、上由美子と7000軽車両をあしらった、お守り、夢叶う幸福五種の授与が開始された。グッズの発売や1日乗車券の懸面への採用。 六条八万宮とのコラボお守りなどによりキャラクターの知名度は向上し、テレビ番組でも朝日放送で2015年7月20日放送のキャストサンテレビで同年12月10日放送の兵庫企業探訪などで紹介された。関連グッズの売り上げは2014年10月からの半年で約120万円、2015年度は約180万円、2016年度は 約370万円となるなど、北、上由美子は、北上急行の経営にも貢献するコンテンツとして、成長した。北、上由美子の誕生日は4月2日であり、2016年4月2日には、誕生日をファンと共に祝う、北、上由美子誕生祭が、谷上駅で開催された。北上急行開業30周年となる2018年には、4月8日に、 谷上社子で誕生祭が開催された。2012年に結成された音楽ユニット半熟ブラッドは、2016年に北、上由美子の応援ソング、恋のトンネルを、2017年には北上急行電鉄の応援ソング、トンネルの向こうで待ってる、を担当した。2018年12月27日に北上急行電鉄の支援下へ向けた。 事業上との協議開始が発表されており、これに際してインターネット上では来た、神弓子らのキャラクターの行方を心配する声も上がった。北上急行は2020年6月1日から神戸市営地下鉄の一部として一体化されることから、市営化後のキャラクターの扱いは明らかにされていなかった。2020年5月27日、市営化により来た、神弓子の所権利が、 神戸市交通局に移され、2020年6月1日より、神戸市営地下鉄北新線の PR キャラクターとなることが、神戸市により発表された。また、2020年9月からは、北上往来、ノリノリス、北新トンも初権利を、神戸市交通局に移し、北上ファミリーとして、北、上由美子と共に、神戸市営地下鉄北新線の PR キャラクターとなった。 2015年6月、神戸新聞社のいまいち燃えない娘の運営者の声かけにより、北、上由美子ら兵庫県内の燃えキャラロックキャラクターによる、兵庫燃えキャラリングが結成された。2016年7月31日には、北上急行電鉄の主催による、ひよもり夏祭りが、谷上駅で行われ、北、上由美子ら、ひよもりんのキャラクターに扮した。 コスプレイヤーが登場した。2016年、北上急行電鉄を含む関西の鉄道事業者発車局の鉄道娘やオリジナルキャラクターによる関西鉄道娘萌えキャラスタンプラリーが開催された。2017年開催のつなげて、全国鉄道娘巡りにも来た神由美子がゲストとして登場しており、この開催に合わせて、 関西の発車が連携したグッズの発売も行われている。2017年4月10日には、北、上由美子が、コープ神戸のマスコットキャラクター、コーピーと共に、谷上駅の1日駅長に就任した。2017年の神戸港、開港150周年記念として、神戸市内に路線を持つ、鉄道5社局が記念ヘッドマークを掲出した際、北上急行電鉄では、 北上往来とノリノリスを描いたデザインが採用された。谷上駅構内の飲食店、ミーキッチンでは2018年の夏と冬に期間限定のコラボカフェとして北、上由美子カフェが開催された。谷上駅構内に出店していたリラクゼーションサロン、ノアココロンではリラクゼーション、由美子のイベントが開催された。2017年よりステーションメモリーズ、 とのコラボレーションが行われ、貢献や缶バッジの発売、ヘッドマークの掲出が実施された。北上急行開業30周年となる2018年には、北上お出かけ1デフリーパスの県面デザインが、駅メモ、とのコラボデザインとなったほか、北上由美子が、駅メモ、の、電子として登場した。2018年夏には、 温泉娘とのコラボレーションが行われ、有馬温泉のキャラクター、有馬林家、有馬かえで花とコラボした缶バッジの発売とヘッドマーク形式が行われた。2019年のコラボ第2弾では、有馬温泉で2月3日に、開催の有馬節分会で記念貢献が発売され、2月3日から17日まで、谷上駅構内のミーキッチンでのプチコラボカフェも開催された。 関西での温泉娘のコラボカフェは、これが初である。2018年10月11日から11月4日まで、鉄道娘のスタンプ図柄などを手掛けた、松田98の個展が、谷上駅で開催された。翌2019年には、北上お出かけ1デー、フリーパスの、県面デザインに、松田98による北、上由美子のイラストが採用されている。 2018年の冬には、日本赤十字社の兵庫県赤十字血液センターと共に、献血者の少ない陶器の献血の推進を PR する冬の献血キャンペーンが行われた。2019年冬のキャンペーン第2弾、つながる献血キャンペーンでは、バンパイア姿の北、神美子が登場した。二千十九年九月の台風十五号で、千葉県の小湊鉄道が被災した際、 北上急行は復旧に必要な信号、踏切用の高圧電線ケーブルの調達を支援した。これをきっかけとした新たな支援の企画として、2019年11月1日より、北上、急行、小湊鉄道の間でヘッドマークの交換による相互 PR が実施され、小湊鉄道の車両に北、上由美子のヘッドマークが掲出された。 2019年11月1日から12月27日まで地域活性化と年賀状文化の促進のため神戸市内の郵便局とのコラボレーションで北上由美子に年賀状を送ろうキャンペーンが行われた郵便局員の北上由美子が登場し車両へのヘッドマークの掲出も行われた北区の神戸山田郵便局が幹事となり神戸市内の 全184郵便局と連携する企画となった。ありがとうございます。